はい、カメラの教室最高師フォトグラファーの三崎卓です。今回は僕の写真教室の研修の模様をお送りします。どんな内容かと言いますと、僕の師匠である松川浩二先生が久々に写真教室を見せてくれるということで、その模様を見学させていただき、写真教室の進行のバージョンアップをしていこうというわけでございます。セミナーの進行もそうなんですけど、内容もカメラ始めたての人に向けた講座だったので、せっかくなら皆さんにも見ていただこうと動画を回しております。初心者必見ですよ。それでは行ってみましょう。どうぞ。目の前にこの画面の中で可愛いものが見られたら、やっぱりドキドキはするわけですよ。そうするとなかなか操作がね、パパッとできなくなるから、普段からどこにどの機能があるかっていうのを見ておくのは結構いいわけですよ。そうすると、あ、この時にはあの機能を使った方がいいって時に、あ、あれどこだっけってならずにするためにカメラのそのメニューの項目を知っておくっていうのはすごく大事なわけですね。なんだか見るってことと、あと、まあ撮る前にね、何ですかね、いろいろありますよね。この辺ちょっと忘れてきてるけど、何っつってたか、例えばほら JPEG とか RAW とか画像の撮るとかね、まあ、僕も初めての時とかよくありましたけどね、全部撮ってて、撮った時に、あ、全部 JPEG だったみたいな失敗とかがあったりするんですよね、画像形式ね。そういうのがあるし、まあ、番号も私の場合は元に戻したりとかで、そういうのをこう見とくと、とにかく見とくといいですよね。で、見とくと、あ、こんな機能があったのかなとかってなったりするんです。はい、メニューを見ていくというのを進めてください。はい、じゃあそれで、じゃあいよいよ撮るぞっていう時に、ちょっと撮りましょうかね。はい、この写真本当にあれなんだよね、今日あれですよ、初めてですよ、ここに来てできたばっかなんでね、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。懐かしいって言っちゃった。講師あるものです、ね、よくこうやって撮ってたんですけど、これ講師撮りと言ってたんですけど、皆さんに見せながら、はい、こんな感じだとよくわかんないんですけど、はい、一番最初に撮るときにもうどうしたらいいんですかってレビューで聞くと、もしこの場にいたらと思いますけども、うん、はい、全身で撮ると、まあ、難しいですよね。つまり頭上の余白、足元の余白、左右の余白、あとモデルさんがもうね、今日ね、もう完璧なモデルさんが来てるわけだから、ポージングもバッチリになってますけども、そうじゃなかった場合、足のポージングを指示しないといけなくなっちゃうから、うん、一番最初に全身っていうのは結構難しいわけですよね、うんうん、というわけなんで、まあ、ここから上ぐらいで撮るっていうのは、ちょっと足元に入れても大丈夫です。はい、こんな感じですね。このぐらいで撮れば、だいたいよくわかるわけですよね。で、ここに行って、あ、いいね。めちゃくちゃいいところができます。はい、撮って。なるべくブレないようにするために、で、前は、前はっていうか、まあ、これでもそうだけど、うん、ファインダー覗くんで、ここがつきますよね。つくんで、カメラはブレにくいんですよ、すごく。けど、まあ、ミラーレスになると、こういう撮り方が多くなってくるんです、スマホみたいに。そうすると、こう、ブレやすいんですよね。うん、なので、それがないために、こうやったときに、肘が両方開いていると、ブレやすいんで、ここから手が伸びるんです。肘をくっつけて、ここに置くみたいな。で、すると、すごくブレづらい。っていうことになります。で、さらに縦も横もここがここにレンズを乗っける感じですね。ここにレンズを乗っける感じにすると縦も横も、はい、持ち替える必要がないってことですよ。回すだけですから、まあ、つまりこれはずっとってことですから、うん、今日撮る日だって言ったらどこも仕方ないっていう感じです。これでもいいかな。これはですね、アングル変えるときも変わらないです。こうするときは、まあ、この辺ね、あとこうするときも変わらないですよね。ずっとここは一緒ですね。はい、でするとだいぶ、ブレにくい。これは動画の時も結構あの気が付いたと思うんですけど、ね、うん、肘をつけるとかなりやりやすいです。ただ結構男性だと割とこう脇締める感じになっちゃうので窮屈になっちゃうという人が多いから、まあ、ずっとやるのは大変かもしれないんで、あのシャッタースピードが低くなった時とかはこれを思い出してもらうとだいぶ固定ができるですね。こんな感じちょっとやってみると、こうグッとやってみると、あ、だいぶ良くなったっていうのを実感してもらえればいいし、あんま変わんないんだったらまあいいかなって感じですね、うん、あ、いいですね、いいじゃないですか。はい、じゃあ、このくらいからね、いきますね。はい、
に今このぐらいを取りますねっていうのを伝えておいてあげると、こちらは全身だと思って一生懸命足ポーズしてるのにここから上だけだと足意味ねえじゃねえかよみたいな感じになるじゃないですか。なんで先に言ったりとか言うのを忘れたら一枚目を見せるっていう行動があればあここだけなんですねって分かるんですね。なので、まあ、これコミュニケーションにはなるけど、うん、分かってるだろうみたいな感じでカメラマン側が進めると何かを起きますね。なので、まあ、いろんなモデルさんいますから、ね、なので、まあ、見せるってことも大事なのかなとは思うんですけども、はい、これも入れちゃいますね。じゃあ何でしたっけ、これからすね、はい、はい、わあいいね、せーの、はい、でね、まあ、ちょっと練習のやつちょっと言いましょうか。で永久に大事なところですよね。カメラが変わってもね大事かなと思いますよね。やっぱりですね、全身は難しさはここにありますよね。ちょっとわざとこのぐらいの位置で撮りますね。最後のせーの、ここで次でアイレベルですよね。あの身長の真ん中ぐらいのところにレンズが伝えて撮りますよ。でちょっとこのぐらいからいきますね。でこのぐらいの時にちょっとアフを引いてもらって、あ、ありがとうございます、いきます、せーのよ、久しぶりにこれやったな、いい感じ、はい、うん、はい、同じ焦点距離のレンズで同じ人を撮ってるんだけどこれだけ変わって見えちゃうんですよね、うん、はい、もうスタイルが変わって見えちゃうっていうことなので、これは将来的に多分カメラが良くなったりスマホで撮ったり何したりしても、まあ、アングルによるテクニックというのは変わってくるわけですよね。だから、なんていうの、まあ、女性としてはね、全身写真、例えばこれがプロフィール写真とかでスタイル見せるやつだったらちょっとやっぱりこれはね、ちょっと厳しいなっていうね、せっかくね、ライフスタイルをね、売りにしているとしたらなっちゃいますよね。で、はい、で、まあ、とにかくアングルとこれだけ違いが出るんですけども、これはカメラが変わっても出てきてしまうテクニックなので、つまり高いカメラを使ってもここは変わらないってことなんですよ。今は新しいカメラ出ますよね、富士の GX100 とかも出て100万円するカメラ使っても、俺のカメラ100万円するんだぜって言っても全身を上から撮ったらやっぱりこうなるんですよね。でスマホで撮ってもあの人が撮るとスタイルよく撮れるっていうのはこの辺にあるので、やっぱりテクニックを生かさないと、ね、どのカメラを使ってもここは変わらない、うん、ライカで撮ると誰でもスタイルが綺麗になるというわけではないわけですよね。というところを、まあ、少し知識として、ね、入れておくといいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。ということで松川先生、超久々に多分 2,3 年ぶりぐらいじゃないですかね、写真教室で講師やったの。いや、それでもやっぱり全然衰えを感じないというかね、ちょっとびっくりしました、僕自身も。やっぱりそのすごい分かりやすいセミナーでもあるっていうのは、やっぱりその進行の仕方とか、やっぱりその分かりやすく伝えた方とか、まあそういったところもね、すごい参考になりましたので、これをお機に次回は僕の写真教室の模様をお送りするのですが、そこから松川先生の指摘が入るというね、まあアドバイスをくださるということで、その一部始終もね皆さんにお見せできればと思いますので、よかったらお付き合いいただければと思います。ということで本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。